皆さんこんにちは。コツコツ日本語のみずきです。今日は新しいタイプのビデオです。まずはじめに会話のビデオを見てもらいます。そのビデオには間違っているところがいくつかあります。皆さんどこが間違っているか考えながら見てくださいね。それではスタート。はい、株式会社わさびです。私、株式会社寿司の鈴木と申します。営業部の林様はいらっしゃいますか？林さんは今席にいないですね。あれ、どこに行ったのかな？あ、そうですか。見積もりのことでちょっと伺いたい件があったんですが、いつお戻りでしょうか？ちょっとわからないです。ごめんなさい。すみません。あ、そうですか。それではもし戻られたらお電話をいただきたいんですが。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。失礼いたします。はい、さようなら。はい、じゃあここからはビデオを見ながら説明していこうと思います。はい、株式会社わさびです。私、株式会社寿司の鈴木と申します。営業部の林様はいらっしゃいますか？林さんは今席にいないですね。あれ、どこに行ったのかな？そうですね、林さんと言ってはいけませんね。他の会社の人の前で自分の会社の人に何々さんと言ってはいけません。これ気をつけてくださいね。あ、そうですか。見積もりのことでちょっと伺いたい件があったんですが、いつお戻りでしょうか？ちょっとわからないです。ごめんなさい。すみません。はい、ここどうでしたか？わからないですっていうのはちょっとね、失礼に聞こえてしまうことがありますね。わかりかねますという言葉を使いましょう。わかりかねますですね。そして謝るときはごめんなさい、すみませんはダメです。申し訳ありませんと言いましょうね。あー、そうですか。それではもし戻られたらお電話をいただきたいんですが。はい、わかりました。はい、わかりましたっていうよりもかしこまりました、承知しましたと言った方が丁寧ですね。はい、よろしくお願いいたします。失礼いたします。はい、さようなら。さようならって言っちゃダメですよね。電話を切るときは失礼いたしますと言いましょう。それからもう一つポイントがあります。電話、これね、電話です。電話を置くときになるべく優しく置きましょうね。ガチャッと切ってしまったらちょっとね、やっぱり失礼になってしまいますから、優しく置きます。それか相手の人の電話が切れたら自分も置きます、ね、相手が電話を切ってから自分が置きます。はい、気をつけましょう。はい、株式会社わさびです。私、株式会社寿司の鈴木と申します。営業部の林様はいらっしゃいますか？申し訳ありません。林はあいにく席を外しております。ああ、そうですか。見積もりのことで伺いたい件があるんですが、いつお戻りでしょうか？申し訳ありませんが、わかりかねます。お急ぎでしょうか？いえ、ではもし戻られたら電話をいただきたいんですが。はい、かしこまりました。
林に申し伝えます。よろしくお願いいたします。失礼いたします。失礼いたします。申し訳ありません。林はあいにく席を外申し訳ありません。林はあいにく席を外しております。はい、今日の動画いかがでしたか？気に入ってくれたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。